はい、おはようございます。今日も蒸し暑い一日、熱中症アラートがもうほぼ毎日ですね。昨日取った小豆、やっとるかね。もう散歩行ってきたの？うん。じゃあエアコンの温度チェックね。今下げたもん。いつも言い訳しそうな下げてないよ。はい、28度設定。で、あの小豆いつやるの？まだ乾かない。いつ乾くの？わからん。天気曇りだ。うん、じゃあ今日の夜あたり、夕方あたりできるかもしれない。落花生のことさんもできとるっていう。うん、落花生うち作っとる？作っとるの？ああ、落花生土の中だもんね。あ、本田さん気づかんかったわ。じゃあ掘ってみます。なんでそんなあれが。葉っぱの感じから見てできとらんの？今日掃除機かけなきゃ。やっと掃除機かけてかけりん。ルンバ買ったらどう？うん、なんで高いもんよ。え？私が1年かぐらい使って死ねばもらっていくじゃん。うん、よう知っとるじゃん。どこが小豆だっけ？小豆じゃない。落花生だ。どれ？あ、あれか。トマトの向こうね。今いいかな。はい。なんだったっけ？それ。なんだったっけ？ふんづけだった。豊吉さんのふんづけです。はい、これ落花生です。どう？まだできてないもん。私、さつまいもできてるって、うそーって言ってやってた。どう？どんな感じ？ダボダボなのよ、そのズボン。これが涼しくていいじゃん。ミクのやつじゃん。ミクがくれてる。さあ。できてるでしょうか。あ、まだ若いね。でもお、2つばかり白いのが見えました。これ色はダメなの？この色じゃ。あ、できとるじゃん。できとるじゃん。あんた何舐めとんの？塩飴。あ、塩飴か。いい感じじゃない。どんなもの？もうできてる？できとるじゃん。ねえ。大きさはどう？おうおうおお、すごいすごいじゃん。コトコさんとかもね、うん、あんまり食べんもんで、うん、この間の。うわ、すごい。ちょっと、気持ち悪い。なんで気持ち悪いの？これ集合体恐怖症っていう人がおるの知ってる？集合体恐怖症っていう人が、あのイクラとかさ、カエルの卵とかさ、プツプツがガーって集合してるやつだね。うん、それをねすごい怖く感じる人がおるので、今からあのあれを持ってきて、入れて持ってて茹でる。何を持ってて？うん。ということでこんな感じで。今年も落花生豊作です。
食べる？食べるよ。あの茹でたあのいつものやつ。塩入れて茹でたやつ。うん、本当か？あれうまいじゃん。本当。コトコさんもね、ちょこっとできた根元にちょこっとできただけだけど、みんな取り上げ食べとったって言ったよ。うん、冷凍したら絶対食べんと。うん、いつ食べるかいつ食べるかって思っとってで食べんから、この間のお盆にやったらね、取り合いだったって言った。これ洗って。茹でるだけ。茹でるだけ。圧力鍋で。うん、あこれはね、おかんでいいの？おかんでいい、これは。うん、置いたら硬くなって、うん。収穫して、すぐに圧力鍋で茹でていきます。何株な、何株あんの？違う、うんと減らしたあんま食べるもんだと思って。これってほかっとくとどうなるの？カチカチになっちゃう。カチカチになってもうまずいの？取ったら、あ、いいって食べる、うん、普通のピーナッツにして、うんうん、あの人は、戸田さんはそうして食べるって言った。うん、去年より出来がいい？これね、種が違うでね、田舎の種だもんね、うん、出来がいいような気がして、今ほど大きさも大きいし、うん、あ、そうだよね。去年田舎から送ってきてもらって、すごいうまかったもんね。うまかったもんね。うん。うん、なもんでさ、それを種もらって。うん、ここにある、ここに。うん。田舎のはこのぐらいで、ほでこう多かったもんね。太さがこれぐらいで。うん、よし。もうあっちでやだ。はい。ということで、これを今から圧力鍋で茹でます。うん、ああ、すごいな、これ、小豆。それよりみかんがすごいと思うの。これ食べれるの？食べれるよ。極わせ。極わせ。どれぐらいまで大きくなるの？知らん。ピーナッツ食べる？ん？ひとみさん。ピーナッツ。ピーナッツ食べる？煮て圧力鍋で。柔らかい煮て。これどれぐらい綺麗に洗うの？これ適当なの？綺麗に洗うなの。皮食べるじゃないでいいけどさ。何回ぐらい洗うの？綺麗になるもん。置いとくと土が乾いて落ちんけど、すぐでもでこんな綺麗になるの。なんでも仕事だねって言うよ、また。え？それで、また、ちょっと涼しくなったら行って、見てみようと思ったじゃん。はい。圧力鍋。久々の登場です。そんなことねえじゃん。昨日さつまいも蒸したじゃん。それは見てないもん。ちょうど、浸るぐらい？うん。浸っちゃいかん。何？沸騰してから20分蒸さねかん。これどれ、うん、ちょうど浸るぐらいじゃないの？浮いてくるな、全部。沸騰してから20分圧力かけるの？うん、はい、塩をどれぐらい？塩を入れるのかな。おー、そんな入れていいの？まあ皮の上だからそんなに塩分が入らんか、うん、大さじ何杯ぐらいの？ベジタね、いつも味がなくて失敗するもん。うん、思ったより多めに塩を入れた方がいいようです。うん、はい、それでは。10分じゃ間に合う？間に合う。できるまでに。9時に出るの。1時間ある。うん、じゃ十分だ。はい、これで圧力をかかるまで。うん、圧力がかかって20分ね。はい、うん、それまでしばらくお待ちください。そういえば昨日夜おじいさんをさ、カラオケに連れてった。なんかパタンパタンと音めて歌った歌ったけどもう声が出えへんあれだよ、あのおじいさんにカラオケ、ミクが冗談でカラオケ行くかって言ったらさ、うん、うんって言った。うんって言って、もうすぐパパパパって着替え出して、えらいスピードになって2倍速ぐらいでいつもので、一人で、あの、帽子かぶって、外出てこうとするから、ちょっと待って、危ないからって。ね、うん、うんうん。それぐらい行きたかったみたいな。うんうん。行きたかったって言って、元気に出てきたんだ。うん。
お、すごいピーナッツの匂いがするじゃん。はい。ピーナッツの落花生の塩茹で完成です。はい、これでちょっと冷やすの？ちょ、開けるだけこれだけ。このまま放置？すぐ食べてみたいなら。これは味見ちょっとしてみたい。塩加減。塩加減洗っちゃったでどうかね。いいよ、そのまま冷やしたら。あ、いい身がほら。いい身が入ってる。ね。いい身が入ってるじゃん。すごく美味しそうな身がパンパンに入ってます。さすが、山梨のピーナッツは違うね。はい、それでは1個いただきます。うん、柔らかい。柔らかい。じゃあいいよ。うん、じゃあうまい。塩加減はいい。じゃあこのもうちょっとしょっぱくてもいいけど。いい。うん、でももう塩全部入れちゃった、うん、でもうまい。うまい。うまい。すごいピーナッツの味が濃いぞこれ。そう、じゃあじいちゃんが食べれるか、うん、食べれるね、この柔らかさじゃ。はい、ということで、ということで持ち帰ります。いや、大きいのがないでいいかな。このまま持って帰るか。いいよ。いい子、食べてみる、うん、まだ。あ、いかん。これをやらにいかん、うん、ちょっと、落花生先にいい子食べてみて。おー、いい意味だ。うん、柔らかいね。柔らかいでしょ。おいしい。これ、身が大きいもん。大きいもん。うん。本当に塩がちょっと足りんかったね。はい。で、これ。ということです。